皆さんこんにちは。フィギュアスケートの全日本選手権は第3日の2022年12月24日大阪府門真市の東和薬品ラクタブドームで女子フリーがあり、昨季の世界選手権女王でショートプログラム1位の坂本花織さんが 155.26 点、合計 233.05 点で2年連続3回目の優勝を果たしました。全日本選手権では第87回大会に初優勝、今大会の SP では77.79 点で首位発進しており、一番注目されていましたね。そこで今回は女子フィギュアスケートの選手として活躍する坂本花織さん、平昌オリンピックに続き北京オリンピックへの出場も果たしています。そんな坂本花織さんの出身校や生い立ち、フィギュアスケートを始めたきっかけについてご紹介します。坂本花織さんのプロフィールは次の通りです。名前坂本花織、生年月日2000年4月9日、出身地兵庫県神戸市、身長159センチメートル、血液型 B 型、2000年4月9日生まれ。兵庫県神戸市出身の坂本花織さん、実家の家族構成はお父さん、お母さん、14歳年上のお姉さん、12歳年上のお姉さん、坂本花織さんの5人家族です。坂本花織さんにはとても年が離れたお姉さんが2人いらっしゃるんですね。これだけ年が離れていると姉妹喧嘩もないでしょうから、家族みんなから可愛がられて育ったのでしょうね。坂本花織さんの父坂本修一さんは警察官です。2016年9月には兵庫県神戸市の三田署副署長となっています。地域指導課自責兼調査官として地域の安全を見守っているようですね。2019年5月10日には神戸市長田野区の兵庫県警にて一日交通安全大使親子で務めていました。坂本花織さんと父娘2人で交通安全を PR していたようですね。優秀なフィギュアスケート選手ですから両親のどちらかが経験者なのかなと思いましたが、全くの未経験だそうです。フィギュアスケートはかなりお金がかかるスポーツと言われています。スケートリンクの使用料やコーチへのレッスン料、スケート靴や衣装代、遠征費などなど1年間で1000万円ほどになることも。坂本花織さんは4歳からフィギュアスケートを始めており、最初はもちろんスポンサー契約はありませんから、父の収入のみでサポートしていたのですね。お母さんは坂本悦子さんといい、こちらも一般の方なので詳しい情報はほとんどありませんでした。しかし坂本花織さんの栄養管理や練習の送り迎えなど、お母さんが全面的にサポートされていたようですよ。お姉さん2人の情報もありませんでしたが、お姉さんたちはフィギュアスケートはされていなかったそうです。その代わりに水泳を習っていたそうです。坂本花織さんの出身小学校は神戸市立渚小学校です。坂本さんは2007年4月に小学校に入学し、2013年3月に卒業しています。坂本花織さんがフィギュアスケートを始めたのは4歳の時のこと。坂本花織さんは2003年の NHK 連続テレビ小説てるてる家族を見て、主人公の姉がフィギュアスケート選手だったことから、自分もフィギュアスケートをやりたいと興味を持ったことがきっかけです。坂本花織さんは2歳の頃から水泳も習っており、物心つく前から運動が大好きだったようです。小学校時代の坂本さんは水泳とフィギュアスケートを二刀流でこなす女の子だったそうです。出身中学校は神戸市立渚中学校です。坂本さんは2013年4月に中学校に入学し、2016年3月に卒業しています。神戸市立渚中学校に進学した坂本花織さん、2012-2013年シーズンに全日本ノービス選手権 A クラスで優勝するなど、徐々に頭角を現し始めます。2013-2014シーズンではジュニアクラスに移行し、アジアフィギュア杯やチャレンジカップでは優勝を収めるなど活躍されていました。出身高校は神戸野田高等学校徳進総合です。
神戸野田高等学校特進総合は偏差値47の学校です。坂本さんは2016年4月に高校に入学し、2019年3月に卒業しています。兵庫県の私立高校神戸野田高等学校特進総合スポーツコースに進学した坂本香織さん。特進総合スポーツコースは海外遠征などが行いやすいようアスリートに特化したコースなんだそうです。中学時代から世界ジュニア選手権に選出していた坂本香織さんですので、よりフィギュアスケートに専念できるようこちらの高校に進学されたのでしょう。高校時代も着実に実力を上げ、2017-2018 シーズンでは一気に平昌オリンピック候補に食い込み、代表選考がかかった全日本選手権では SP で自己ベストを叩き出しています。その後 FS でもミスなく演技を終え、見事総合2位となり平昌オリンピック出場権を獲得しました。ここ一番という大事な時期に自分のピークを持っていけるところや、プレッシャーにも負けず自分の演技ができる点は見ていて頼もしいほどですね。平昌オリンピックではメダルを逃しましたが、2018年、2021年の全日本選手権、2018年四大陸選手権で優勝しています。出身大学は神戸学院大学経営学部です。神戸学院大学経営学部は偏差値43の学校です。坂本さんは2019年4月に大学に入学し、2023年3月に卒業予定です。スケート部のない神戸学院大学に進学した坂本香織さん。神戸学院大学に進学した理由は、練習場のスケートリンクのある神戸市立ポートアイランドスポーツセンターが近いこと。練習場所のポートアイランドスポーツセンターは神戸学院大学から徒歩15分のところにあります。1分1秒も無駄にすることなく、フィギュアスケートの練習に打ち込みたいからこそ神戸学院大学に進学した坂本香織さん。ストイックで素晴らしいですよね。坂本香織さんの経歴は次の通りです。2012-2013年全日本ノービス選手権 A クラス優勝、トリグラフトロフィー2位。2013-2014年アジアフィギュア杯ジュニアクラス優勝、全日本ジュニア選手権6位。2014-2015年全日本ジュニア選手権2位、世界ジュニア選手権6位。2015-2016年アジアフィギュア杯シニアクラス3位、全日本ジュニア選手権5位。2016-2017年全日本ジュニア選手権優勝、全日本選手権7位、世界ジュニア選手権3位。2017-2018年アジアフィギュア杯優勝、全日本選手権2位、四大陸選手権優勝、平昌オリンピック6位。2018-2019年スケートアメリカ2位、全日本選手権優勝、世界選手権3位。2019-2020年スケートアメリカ4位、全日本選手権6位。2020-2021年 NHK 杯優勝、全日本選手権2位、世界選手権6位。怪我の影響で結果を残せないシーズンもあったようですが、毎年のように表彰台に乗ることができていますね。今話題の坂本香織選手の優勝と今回の熱戦が繰り広げられた一方で、この日のスタンドは空席が非常に目立っていました。試合会場の東和薬品ラックタブドームの今大会の収容人数は約6900人ですが、チケット販売サイトには22日16時現在で土日開催の24-25日は完売していますが、22-23日は平日ということもあってか売れ残っていた。羽生結弦のプロ転向が影響しているのでしょうと放送関係者は語ります。羽生が出場した大会は完売することが多かった。人気者の紀平梨花も復調途上。羽生人気がすごすぎるにせよ、日本のフィギュア界はスーパースターが不在。羽生は今年の紅白歌合戦の審査員に選ばれるなど今も引っ張りだこですから、中継局のフジテレビも今大会に出場しない羽生の映像を番宣で使用し、あの英雄が去りなどと煽り文句を流していました。三浦璃来と木原龍一のりくりゅうペアの欠場も痛い。
練習拠点のカナダから日本に向かう飛行機が大雪で大幅に遅延した上、ロストバゲージに遭遇。スケート靴や衣装が手元になく、苦渋の決断となった。2人にとっては気の毒な話ですが、今季は NHK 杯とスケートカナダのグランプリシリーズを制覇、日本ペア史上初の GP ファイナル優勝を果たした。凱旋試合として注目されていましたからね、と同関係者は語ります。チケットの売れ行きや会場への動員が尻すぼみとなりゆくフィギュアスケート界、スーパースターの再臨に期待したいところです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。